もう大丈夫ですよ。何が？それは、あれ？ああ！嘘でしょ！そんな、待ってくださいよ！さあ、走ってください！大丈夫ですから。なんで？あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ行って。走らんかい！巨人を食い止めて、あの子を逃がさないと。私が巨人の注意を引きます。その間に奴を倒してください。あの子もまだ相当クエは逃げていないはず。絶対に守らないと。私はあの子を追いかけます。あなたは他に逃げ遅れた人がいないか探してください。拠点倒す。誰か来てくれ。ありがとうよ。助かったぜ。俺は助けを呼んでくる。そんな、あの子の周りに巨人が集まり始めています。囲まれる前に巨人を討伐して逃げ道を確保しましょう。目標捕捉。村の人ほとんどみんな先に逃げちゃった。誰も助けてくれなかった。大丈夫ですからね。いいだ。これでなんとか。
この場を切り抜けられそうですね。助かる。ん？走らなきゃ。片付け。そうだ、助けを呼んでくるから。補給を補足。橋の周りにも巨人が。この橋を渡らなきゃ逃げられないのに。サジャー、どうしてお前らがここに。感動の再開は後ら出す。まずは任務通り住民の避難に全力を尽くすぞ。急がないと、あの子逃がせなくなってしまいます。何の騒ぎかと思って来たはいいけど、巨人が多すぎるよ。誰か手を貸して。実戦はトロストク以来だ。また前線に来ちまうなんて。よし、これで橋は通れるようになったぞ。よかったです。あと少しで巨人のいる一帯を抜け出せますね。苦戦してんのか。無視はできないよな。調子良さそうですね。私も負けてられません。片付け。分かった。何してんのか。無視はできないよな。他の村にも声をかけに行かねえと。そこの調査兵、悪いがここは頼めるか。え、他の村にも。俺たちの任務はこれで終わりじゃないんですか。
こんな時にあんな大型の巨人が。でもやるしかありませんね。いけろ、いけろ、いける、無様だな、いける、よし、突っ込め、大丈夫ですよね。周囲に巨人は見当たりませんし。ありがとうございました。おかげで私もこの子も無事に逃げ切れました。この恩は必ず。あなたでも。おい、無事か。怪我はないようだな。ん？お前は。104機調査兵団サシャ・ブランスです。上官の指示で各地への情報伝達に当たっていました。そうだったか。装備もない中ご苦労だった。お前とそこの子供は私が安全な場所まで送り届けよう。そっちのお前は戦えそうだな。であればこの先にいる駐屯兵団の加勢に入ってくれるか。どうやら東防衛線が押し込まれているらしい。準備ができ次第すぐに出発するぞ。必ず今回のお礼はしますので。食べ物以外でまた生きて会いましょう。必ず。やりますね。